ミホインからもン院内の撮影は禁止されているが、庭園のみの撮影は可能。第五次ミホイン庭園は、京都府京都市伏見区にある、日本庭園である。第五次の院下であるミホインの庭園であり、1952年に、国の特別史跡及び特別名称に指定された。874年、空海の孫弟子にあたる。 李玄大師消防が、笠取山に、第五寺を創建した。山頂付近は、上大悟、山麓一帯は、下大悟と呼ばれ、道等伽藍が立ち並び繁栄した。美穂院は1115年、第五寺、第十四大札昇格が開いたもので、歴代の札を排出し、1428年以降は、美穂院寺が第五寺札の地位を独占した。 しかし第五次は1467年に始まった応仁の乱の陛下に巻き込まれ、見本を含む多くの建物が消失し、一帯は荒廃してしまう。荒廃した第五次を復興したのが1576年に第80代雑の地位に就いた義縁であった。義縁は豊臣秀吉の手厚い庇護を受け、1598年の第五の花見を、 第五次の金剛林院を中心として取り行った。また、金剛林院に、美本院の名称を受け継がせた。これが今日に伝わる美本院である。美本院庭園は、この第五の花見に際して、豊臣秀吉が、自らが、基本設計を行ったものである。策定は、第五の花見が終わった4月から始められ、その年の8月に、秀吉が死去した後は、 義援の指導の下で続けられた。義援は、秀吉の基本設計をもとに、さらに構想を発展させ、また、当時一流の庭師を策定に参画させた。庭師の中には、天下一の石組の名手と称された、県にはもいた。策定は義援が亡くなる1624年までの27年間に、渡った。当初、見本院庭園は、 表書院から眺めるための鑑賞式庭園として設計されたが、義員の死後に庭園内に茶室が置かれ、回遊もできるように作り替えられた。庭園の中心を占める池には、亀島、鶴島が廃され、橋が架けられている。正面に据えられている、藤戸医師は、もともとは官僚家の細川氏の邸宅にあったもので、秀吉が樹落台から運ばせたものである。 背後には水の音が変化するようにしつらえられた三段の滝石組が作られている。美本院庭園は安土桃山時代の華やかな雰囲気を今日に伝える日本庭園として貴重なものであり、1952年に国の特別史跡及び特別名称に指定された。ありがとうございます。